東京都道43号立川東山都線は東京都立川市羽衣町2丁目から東山都市増式に至る都道である。大部分が多摩南北道路4号線に属する。立川八個前交差点以南と上北大駅付近以北は2つの経路に分かれ、前車は高松駅北交差点でさらに二手に分かれる。ほとんどの区間は 都市計画道路立川3.330号立川東山都線に沿っている。都道の起点から西武バス営業所交差点の間は右左折を繰り返す経路となっているが都市計画道路は現在の起点の少し西を通過し立川山中北付近の立川南通りとの交差点が都市計画道路起点となる。そこからは都市計画道路国立3 3 5号線。 狛江国立線と一続きとなる計画である。また終点側は現在は、大梅街道の定時路までが都道であるが、そこから一直線に、玉子の村山長田むつつみまで伸びる計画である。緊急輸送道路として、東道のうち、伊木く街道区間は、すべて、第一次緊急輸送道路、立東大通り含む起点から、西武バス営業所交差点までの区間で、 第3次緊急輸送道路に分類されている。本線立川東山都線の終点付近。東京都道5号、新宿大目線に接続する。バイパス、多摩都市モノレール線上北大駅高松駅の区間は本道路の上に建設されている。東京都緊急輸送道路ネットワーク計画。東京都建設局東京都通称道路名、検討委員会規設定道路の改定一覧表。 平成22年度道路交通センサス交通量調査東京都交通量報告書105.106ページありがとうございます。